また、マンションに戻ってきまして、どういうふうに日本企業に関与していくのかということですけれども、ある程度はそのやっぱりヒアリングをしたりですね、事前調査をして彼らの課題を洗い出して、そうした上でですね、どういうアクションを取るのかということをですね、考えていこうと思っています。ある意味ではコンサルティングっぽいんですけれども、1週間なり2週間なり調査した上で、彼らの持っている課題を洗い出してですね、それをどういうふうにアクションを取っていくのか、指導していくというふうな形になると思います。でメアリーとマスリーですね、やっぱそこに彼らをどう合わせるのかというのは今後ちょっと検討していきたいと思っています。私一人で全てやることは多分できないけど、最初の一発目は、かなり自分が関与してですね、やっていく必要があるのかなとは思います。今日はいい天気ですね。年が明けてこれから日ごとに暖かくなります。今日わりかしですね、風は多少あるんですけれども、先週ほど寒くはないですね。そういうふうな感じですね。今週は月曜日に西村さんと明日会食ありますけれども、あと運動塾が、水曜日の運動塾が始まります。でまだ他に今年、今週、来週アポが入っていたかどうかちょっと覚えてませんけれども、そんなに忙しくはない週が始まります。